バルト海に面した3つの小国の一つラトビアで伝統楽器を使った演奏会が開かれています。日本の琴と西洋のハープを組み合わせたようなこの楽器はコクルと呼ばれています。このコクルを大勢の観客の前で演奏できるように改良に取り組んできたのがイマンツ・ローベジュネクスさんです。Ir šī viena no nacionālās identitātes tām pazīmēm, sastāvdaļām, jo ar to mēs esam pat visos padomu laikos gājuši, savu mākslu, savu kultūru prezentējuši ar šo instrumentu, un gēnos tas ir tomēr dziļi. Latvijāžin no kokoro o kanaderu kokuru.その伝統を守り続けるイマンツさんの活動を追います。人口およそ80万、バルト三国で最も人口の多いラトビアの首都リガです。リガは13世紀ドイツ騎士団によって建設され、中世ハンザ同盟の有力都市として栄えました。1997年には世界遺産にも指定されています。しかしリガを中心とするラトビアという地域は周辺のポーランドやスウェーデン、ロシアに長く支配され、国として独立できませんでした。19世紀に入り、国家としての民族意識がようやく芽生えたラトビアは、第一次世界大戦後の1918年、民族自決の世界的な波に乗って、ロシアからの独立を宣言します。独立後、ラトビアの人々の間では、自分たちの伝統文化を見直そうという機運が高まりました。そこで注目されたのが、コクルです。昔ながらの伝統のコクルは小さな音しか出ず、転調もできませんでした。コンサートなどで大勢の人が楽しめるよう、大きな音や半音を出す工夫が職人たちの手で続けられてきました。Tagad spēlēšu ar labo roku melodiju.Un tagad ar abām rokām kopā.Gamu var nospēlēt trīs dažādos veidos, trīs dažādās tonalitātēs, izmantojot slēdžus. Tagad būs do mažorā. レバーを倒すと別の調になります。ロ調調です。強くて大きな音が必要な時は、革で作られたピックを使って演奏をします。鍵盤楽器のように使うこともあります。そしてコクル自体を叩く演奏法もあります。このコクルの改良に力を尽くしてきたのがイマンツ・ローベジュネクスさんです。大きな音が出せたり転調ができるように改良されたコクルは、伝統的なコクルとは区別されコンサートコクルと呼ばれています。コンサートコクルを1台製作するのに、1人でおよそ1ヶ月の時間がかかります。イマンツさんは現在、100台以上の注文を抱えています。Un šī koklī tev tāpat ir bērns. Nu, tev jau neliekas, ka tas vairs ir tavs, jo tu it kā pat netic. Nu kā, nu es tur uztaisu tādu, tur salieku visu.
Un tagad skan mūzika. Un skan sarežģi, un skan skaista mūzika. Un nacionāli, un citādi. Nu, emocionāli tas ir milzīgs pārdzīvojums. 後継者不足に悩んでいたイマンツさんですが、国の補助金や人々の支援のおかげで、現在3人の弟子がコンサートコクル職人の技を磨いています。ガーティスさんは本職は家具職人。ここではコクル本体の枠組みを作る作業を行っています。ルードルスさんはプロのクラリネット奏者でピアノの調律師です。イマンツさんの工房では今までの経験を生かし、コクルの調律と古いコクルの修理を学んでいます。一番若い弟子のペーテリスさんは若干14歳。夏休みが終わった今も工房に通い、勉強と両立しながら技術を教わっています。Tā kā mana mamma ir arī kokla skolotāja, es dažreiz esmu atbraucis uz Imanta darbnīcu, un tā pamazām man ir iepaticies šis darbs. Un jā. リガ近郊の音楽学校です。この日イマンツさんたちは古いピアノをもらい受けにやってきました。コクルの製作に最適な材料が手に入るからです。Ne visai jau šķiet, bet nu kaut kas jau der, es sagriezīs. コクルの材料には音響に優れ、安定した音が出せるモミの木などが用いられます。それも十分に乾燥させる必要があります。古いピアノの中にはこうした条件を備えているものが多いのです。お。Rezonanses segle, un šitā es zinu 100%, ka viņa ir nākusi no Rietumsibīrijas. Tas ir starp tundru un taigu, lēnām aug, lēnām. Un tā šķiedra ir blīva. Un tad viņa speciāli griež, ne tādā taisnā griezumā. Tā kā mēs tagad ejam ar tevi. Tu neesi bijis līdzi. Mēs ejam uz... Hokori o kabutte kuchi hateteita furui piano. イマンツさんによってコクルとして新たな命が吹き込まれる日も間近です。イマンツさんは1947年リガから東に140キロ離れたピーバルガで生まれました。ラトビアはすでに独立を失い、ソ連に再び併合されていました。イマンツさんは大学を卒業後、リガの国営楽器工場に勤め始めます。イマンツさんが最も影響を受けたのは祖父のオスカルスさんからです。オスカルスさんは靴職人の仕事の傍ら、趣味で世界中の古い弦楽器を集めていました。母のアリセさんも織物の職人として働きながら、ピアノが趣味で伝統文化にも造詣が深い人でした。イマンツさん自身も学生時代はバンドを組んでいました。そんな音楽好きな家風もあって、楽器作りの職人になったとイマンツさんは言います。Tieši tas, ka es esmu latviets un varbūt to senču un tās mācas folkloriskās darbības un tās viss iespēdā, man tā ir, nu, tā ir man ieaugusi tādu. Varbūt nākošās paudzes redz pēc vienas mēcēt, pēc otru, ka tas nav tik svarīgi, bet man tas ir organiski svarīgi.
リガ音楽楽器工場の跡地。イマッツさんはここで最初はマリンバなどの打楽器を作っていましたが、1980年代コクル製作部門に移りました。Šis bija mans iecirknis, eksperimentālais iecirknis, kur ražojām kokles. 当時ソ連は社会主義体制下にあり、楽器の生産にも様々な規則が定められていました。個人が勝手に好きな楽器を作ることは許されませんでした。Strādā pēc darba laika, valsts iestāde, telpās, nu un kad, nu un nedod Dievs, kad vēl uzzina, kad kādam pārdod un saņem kaut kādu. Šitas. 大量生産では作ることのできない質の高いコクルが出来上がると、イマンツさんは工場の塀越しにこっそりと演奏者に渡しました。その当時の苦労とコクルへの愛情が今も心の支えとなっているとイマンツさんは言います。1991年イマンツさんの転機はソ連の崩壊とラトビアの再独立とともにやってきました。楽器工場は閉鎖され、職を失ったイマンツさんは自分の工場を持とうと決意します。独立後の民族意識の高まりでコクルの需要は増えていたのです。当時コンサートコクルは音を半音上げ下げするためスイッチャーという仕掛けを使っていました。しかしこの仕掛けは弦の振動を妨げるため本来の半分ほどの音しか出せませんでした。イマンツさんはさまざまな工夫を重ね、スイッチャーをつけても音の減り具合を1割で抑えられるようにしました。その成功でイマンツさんはコンサートコクル職人の第一人者となったのです。イマンツさんの工房に伝統コクル職人のエドワーズさんが訪ねてきました。エドワーズさんは改良される前の伝統的なコクルを追求する一人です。伝統コクルは形も小さく弦の数は10本、もちろんスイッチャーはついていません。しかし同じコクル職人同士、困った時は助け合い、さまざまな情報交換をしています。Tāda meistere jau liels gods, reti un bieži neatbrauksi. Un jā, mēs sadarbojamies ik pa brīdim. Viens no otra kaut ko iegūstam. この日はプロのコクル演奏者ギタさんが依頼していたコクルを引き取りに工房を訪ねてきました。現代音楽やハープの楽曲を演奏するギタさんは、普通よりも2弦多い34弦のコンサートコクルの製作をイマンツさんに頼んでいました。Tu tagad pavalc tā pāris reizes un trešo reizi apstājies, ja? Pa visu no apakšu uz augšu. このコクルは注文してからすでに3年経っています。スイッチャーはまだついていませんが、弦の部分が完成したのでギタさんは待ちきれず見に来たのです。Tī radās doma, kad man vajag kokli ar lielāku diapazonu, lai es varētu izspēlēt to mūziku, ko es esmu atradusi no arfas repertuāra, un tur man pietrūka dažas stīgas. Ļoti gribās spēlēt. gribās viņu pieradināt pie sevis, un es esmu ļoti, ļoti priecīga šobrīd. Tiešām ļoti priecīga.
ソ連邦崩壊後の独立から16年、ラトビアは2004年 EU に加盟しました。ソ連時代に放置され、一度は荒れ果てていたリガの旧市街も再開発が進み、観光客は増え、経済活動も活発になってきました。Jūtamies labi. Nu, ja salīdzinot ar padomju laikiem, tā lielākā izmaiņa ir tas, kad ir informācijas brīvība. Mēs esam piesaistīti Eiropai un visai plašajai pasaulē, un mēs daudz vairāk ir iespējas zināt. 8月31日、 この日、イマンツさんの60歳を祝う誕生パーティーが盛大に行われました。会場には50人を超すコクル奏者をはじめ、親戚や友人、知人などが駆けつけました。文化大臣も姿を見せ、コクルの演奏が始まりました。ラトビア伝統のバースデーケーキ、クリンジェリスがイマンツさんに贈られました。Liekas, ka Latvijai ļoti daudz unikālu cilvēku, bet viņš ir absolūti viens no unikālākajiem, jo viņš viens pats pilnvērtīgi spēja izgatavot šo mūsu instrumentu. Viņš ir izgatavojis jau 500 šādus instrumentus un tagad nodod savu zinības tālāk. Var teikt, ka viņš ir veselas instrumentu skolas tēvs. Protams, man ir jāatvainojas, tas ir netiecis varbūt uz tiem cilvēkiem, kas nav tieši saistīti. Visām meitenēm jāatvainojas, tomēr es kaut kādu pērienu vienmēr esmu pelnījis, ka es visiem laikā un visiem reizē ne tās koklītes, ne tos remontus nevar iztaisīt. Nu, piedodiet man, es varu tikai pateikties gan jums, gan visiem šiem cilvēkiem, kas atnākuši ir. Mūsu apsveikt un kokli pagodināt, un mani tie visi ir palīdzējuši manā mūžā līdz šim. Un lai tas tā arī nākotnē būtu.守りながらも時代の変化をコクル作りに取り入れてきたイマンツさん。そこから生まれた豊かな音色は歴史の荒波に翻弄されてきたラトビアの街に響き渡ります。